格闘家、雑賀喜左衛門が6日までに自身のインスタグラムを更新し、7歳長女と妊娠中の恋人、エリさんとの家族ショットを公開した写真。性別は、美人恋人の顔出しショットも、全3枚。雑賀は、シャープ家族シャープ晩ご飯シャープ中華シャープ美味しいシャープ目指せシャープ池王子、とコメント。エリさんが長女に寄り添う様子を背景に、満面の笑顔を浮かべる3ショットを掲載した。さらに連続投稿では、ボーイオアガール、シャープ家族、シャープ子供シャープ男の子シャープ女の子シャープファミリーシャープベビーシャープボーイシャープガール、と記し、性別を発表するジェンダーリビールケーキを持つショットもアップした。雑賀は2014年にタレント、アビルユーと結婚し、15年5月に長女が誕生。19年12月に離婚を発表した。SNS では新恋人との日常も発信し、フォロワーからは、菅野美穂さんに見える、モデルかと、などの反響を呼んだ。また、エリさんとは、二人で話し合った結果、事実婚、という形を取ることにしました、と報告。〇〇、エリさんも3日に自身のブログを開設し、年齢は32歳で仕事については、フリーランスでライターやってます、と自己紹介。ブログではつわりが続いていることも明かし、この日朝は、おはようございます。起きたら皆さんからの温かいコメントの数々に朝から涙ちょちょ切れました、問い励ましの声に感謝していた。